はいどうも、パパヤパヤです。ということで今回はこれ買ってきました。月刊少年マガジン2023年9月号ということで、最近出たばっかしの最新号になるんですけど、月刊少年マガジンといえば、新仮面ライダースピリッツが連載されている月刊誌なんですけど、めちゃくちゃ久しぶりに買いました。月刊少年マガジン。なんでね、久しぶりに買ったかというと、村枝健一先生がツイッターで、ま、あ X かな今やったら X で、まあ、こういったツイートをしてて、あの、仮面ライダーファンに22年間で一番ギフトになったんじゃないのかな みたいなねそういったニュアンスのこうコメントがしてあってどういうことみたいな確かに22年間僕追ってきましたよ仮面ライダースピリッツをね中学校1年の時に出会ってからもう30代半ばですよそれまでもうずっと単行本も買ってもう追いかけてきたんですけどそれで一番ギフトってなんやろうと思ってね今まででもめちゃくちゃ贈り物されてるじゃないですか仮面ライダースピリッツを呼んでる人をやったらわかると思うんですけどあのシーン見たかったこういう展開を見たかったあの設定を超え ってまた呼び起こしてくれるめちゃくちゃありがとうっていうのが何回もあったんですけどそれを超える一番のギフトってなんやろうってめっちゃ気になったんで久しぶりにこれ買ったんですけど結果むちゃくちゃ良かったです僕みたいに単行本派の人のためにネタバレはめちゃくちゃ控えて言いますけどだからほんまみんなに買ってほしいからあほんまに昭和仮面ライダー好きの人はもちろん絶対買ってほしいし平成令和の仮面ライダーファンの人も昭和ライダーをこううなんていうのかな好きになるきっかけになると思うのでぜひ買って読んでみて てほしいんですけど立ち読みじゃこの感動は絶対味合えないんであの家でしっかり読んでほしいでこの単行本でええわっていうね結局これに載ってる漫画もあの単行本に収録されるから単行本まで待ちますっていう人もいると思うんですけど僕はこの月刊少年マガジンのこの大きいページこれめっちゃでかいし分厚いからこれで読む意味がむちゃくちゃあるんで裏田健一先生のツイートでも画像が載ってたんでそこだけは言いますけどまあ要はこのページを見開いた時に2ページ 使って人ライダーの紹介がバーンってあるんですよ紹介というか名乗りかなあの展開がめちゃくちゃかっこよくて、しかもその2ページ見開きで仮面ライダー1号、仮面ライダー2号、仮面ライダー V3 とかがあるちょっと前に、しっかり10人分の変身ポーズも載ってるんですよね。この10人分の変身ポーズって、この仮面ライダースペシャルに収録されてる、この仮面ライダースピリッツの話のベースになった作品、この10号誕生、仮面ライダー全員集合では描かれなかったんですよね。やっぱり実 で十人の役者さんを読んでオリジナルのねキャストさんを読んで変身ポーズをしっかりするってなると時間の都合もあるしまず役者さんが呼べないっていう問題点もあるんですけど漫画だからこそ描けた名シーンというかほんまに良かったあの十人ライダーのねしかも変身シーンもねむちゃくちゃしっかり描いてくれてるんですよもう,もう過去最高に力入ってるんじゃないっていう感じですよね一人ずつの癖とかあのムーンみたいなねこの掛け声とかそういった細か 深いところもしっかりこう描いててくれてるしかもこの変身シークエンスの光の演出みたいなのもあの何て言うのかなこの人が書いた言ったら漫画やから漫画やからどこまで再現できるのかっていうのもあるんですけど僕はしっかりテレビの本編を見てるような感覚になりましたそれぐらい書き分けがすごかったしちゃんと変身シーンが何て言うのうな再現されてたんですよ漫画でそれめっちゃすごいと思うんですよねかなり熱かったですやっぱり仮面ライダーの見せ場の一つは、えー、敵怪人との バトルもあるんですけど全ての仮面ライダーに共通して言えるんですけど、変身シーンやと思うんですよね、変身シーン。で、その映像で見る変身シーンはもちろんかっこいいんですけど、漫画で見る変身シーンもこんなにかっこいいんかと、ま、あ22年間確かに仮面ライダースピリッツっていう作品は、変身シーンもしっかり力入れて書いてくれてたんで、どの回もめちゃくちゃかっこよかったんですけど、今回はほんまに特にですね、あとこれも10号誕生好きな人やったらめっちゃもう泣いてまうんちゃうかっていうシーン展開で、結局、この村枝 村枝先生ってこのもうだいぶ何年も前からもうオチ決まってますっていうのをインタビューなんかで言ってたんですよねで最終的にこの作品が存在するからここに寄せますみたいなこういう展開には絶対にしますっていうのを言っててだからどんだけバダンの怪人がまあアレンジされたデザインで出てきても最終的アシュラダニでの決戦ではこのテレビ版に出てきた怪人のデザインにしますって言った通り怪人のデザインはこのテレビに出てくるバダンの改造人間の見た目になってますしもちろん この作品から使われたセリフも今回載ってました。どのセリフかは皆さんこれ買って確認してほしいんですけど、マジでよかった、ほんまに。こんな動画撮るつもりなかったからね、今回月刊少年マガジン買いましたってわざわざ動画にすることでもないなって思ったんですけど、あまりにもテンション上がって、この今回めっちゃよかったからね、テンション上がっちゃって、で、このチャンネルね、嬉しいことに昭和仮面ライダー好きな人とか、新仮面ライダースピリッツをこのチャンネルきっかけで見るようになったっていう人もちらほらいいるので、まあそういった人にね、 これ買ってほしいなと思って。だから9月号ってことは10月号になっちゃったらもうこれこの世でもう買えんようになるから、まあ古本屋さんとか行けば買えるかもしれないですけど、これも買えるときにこのサイズで、この連載されてるこの月刊誌でぜひ読んでほしいなと思いました。ちょっと興奮しすぎて話まとまらないし、いやどういうことやねん今回の動画って思う人もいたかもしれないですけど、まあ要は昭和仮面ライダー、平成仮面ライダー、令和仮面ライダーファン、すべての仮面ライダーファンの人に読んでほしいなと思った。特に昭和仮面ライダー ファンで仮面ライダースピリッツを単行本で前回今でも集めてますっていう人は今月号だけでもこれ買ってほしい僕は買いましたよしっかり買って自分の目で見ました確認しましたもう最高やったんで著作権的な問題で中身が見せれないのはほんまに残念なんですけどぜひ皆さん仮面ライダーファンの方はこれ今回ね今月号だけでも月刊少年マガジン買って自分の目でどういった展開になってるのかぜひ確認してみてはいかがでしょうかマジで後悔しないですよということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました では。